血液サラサラを目指そう。脂質異常症を改善。まずはじめに、脂質異常症とは、血液中の脂肪分が多すぎる、あるいは少なすぎる状態を言います。従来は高脂血症と呼ばれていた病態も、脂質異常症の一部に含まれます。高脂血症という用語は、病態を正しく表していないとして、2007年に日本動脈硬化学会が診断名を脂質異常症に改訂しました。次に、脂質異常症の診断では、空腹時の血液中に含まれる脂質の値が重要になります。血液検査で中性脂肪 150mg パーデシリットル以下、LDL コレステロール140mg パーデシリットル以下、HDL コレステロール40mg パーデシリットル以上となります。次に、これらが異常値になる原因について説明します。中性脂肪値が高くなる原因としては、中性脂肪が上がる食事、1つ目、お酒の飲みすぎ、2つ目、砂糖の摂りすぎ、3つ目、果物の食べすぎ、4つ目、ご飯、パン、麺類など炭水化物の摂りすぎ、5つ目、揚げ物やバターなど油の摂りすぎが挙げられます。次に、LDL コレステロールが高くなる原因としては、1つ目、卵や肉の食べ過ぎ、2つ目、牛乳、ヨーグルト、チーズなど乳製品の摂りすぎ、3つ目、質の悪い油の摂取、4つ目、野菜摂取不足が挙げられます。次は、HDL コレステロールが低くなる原因です。1つ目、体格指数 BMI 25以上の肥満、2つ目、喫煙、3つ目、運動不足、4つ目、食事のおかずが魚や大豆製品よりお肉を食べる機会が多いことが挙げられます。では、改善するにはどうしたらよいでしょうか。これから改善する食事の方法を紹介します。まず1つ目、適正なエネルギー量。BMI 22を維持する食事量を守ることで、内臓脂肪の蓄積を予防することができます。BMI とは、ボディマスインデックス、肥満度を表す指標として、国際的に用いられている体格指数です。体重キログラム割る身長括弧メートル割る身長メートルで求めることができます。例えば、 A さん、身長170センチ、体重65キロを計算式に当てはめますと、65キロ割る1.70割る1.70、BMI 22.4となります。BMI は18.5から24.9が標準となりますので、A さんは標準となります。では、実際に自分の適正なエネルギー量を求めてみましょう。適正なエネルギー量は、標準体重に25から30キロカロリーをかけることで適正なエネルギー量を求めることができます。標準体重は、身長をメートルに直し、2回かけて22をかけると求めることができます。この22は、先ほど話した BMI の標準値18.5から24.9の真ん中の数値となっております。例えば、A さん、身長170センチ、体重65キロ、BMI 22.4と標準ですので、
30キロカロリーをかけます。 63.5×30 イコール1905キロカロリーとなります。肥満度や運動量によって標準体重にかけるカロリーを調整することで適正なエネルギー量を求めることができます。方法2つ目、バランスを整える。適正なエネルギー量を求めることができたので、今度は食事内容を確認していきましょう。1つ目、ご飯、パン、麺類などの主食の量は自分に見合った量を食べます。肉、魚、卵、大豆製品などの主菜の量は1食あたり片手程度。野菜は1食あたり両手1杯程度となります。生野菜なら両手、茹でたり炒めたり煮物にするなら片手分となります。この主食、主菜、野菜を毎食食べることによってバランスが整います。3つ目、コレステロールの多い食品に注意が必要です。コレステロールは食べ物から摂取されるほか、主として肝臓で合成され、細胞膜の構成や性ホルモン、副腎皮質ホルモン、胆汁などの原料になっています。血液中のコレステロールの値が高いと、血管の内壁にコレステロールが沈着し、動脈硬化を起こす原因になります。動脈硬化が起こると、脳血管障害や虚血心疾患などになりやすくなると言われてますので、注意が必要です。そのためには、コレステロールが多い食品を理解しておきましょう。こちらがコレステロールの多い食品です。卵、イクラ、シシャモ、スルメイカ、牛レバーとなります。血中コレステロール値が高い場合は、コレステロール含有量の多い食品を控えて様子を見ましょう。方法4つ目、野菜を食べる。野菜は1日 350g 摂取できるように心がけましょう。1食分が生野菜なら両手1杯程度、茹でたり炒めたり煮物にするなら片手分となります。食物繊維 20g を目標に、海藻やキノコ類をしっかり摂取しましょう。方法5つ目、規則正しく食べる。食事は欠食なく3食食べましょう。食事量は3食同じ量になります。夕食量や間食が多くならないように注意をしましょう。ここからは質問形式に話していきたいと思います。質問、油はコレステロールが多い？答え、植物油のコレステロール含有量はほぼゼロになります。 LDL コレステロールを増やすのは飽和脂肪酸、肉類や乳製品などの動物性油脂に含まれます。質問、コレステロールゼロの油を使えば大丈夫？答え、油 1g イコール9キロカロリー。どんな油でも摂りすぎは禁物になります。1日に大さじ1杯から1杯半を目安にしましょう。質問、オリーブ油は体にいい？答え、オリーブ油に含まれるのは一価不飽和脂肪酸、良質の油です。一価不飽和脂肪酸は LDL コレステロールを減らすと言われています。ただし、その作用はごく弱いと報告されています。質問、オリーブオイルは値段によって質が違う？答え、値段ではなく酸度、有利脂肪酸の割合で決まります。有利脂肪酸は酸化しやすい性質を持っているため、この有利脂肪酸が多い、すなわち酸度が高い、品質が落ちやすいと言われています。こちらがオリーブオイルの種類になります。エキストラバージンオリーブオイル、酸度 0.8% 以下。ピュアオリーブオイル、酸度 1.0% 以下。精製オリーブオイル、酸度 0.3% 以下となります。つまり酸度が高いのはピュアオリーブオイルとなります。
質問、飽和脂肪酸の多い食品は？牛乳、乳製品、バター、チーズ、牛肉、チョコレート、ココナッツになります。これらはLDL コレステロール、中性脂肪を増加させます。質問、トランス脂肪酸の多い食品は？マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、ドーナツ、菓子パン、ケーキなどに含まれます。LDL コレステロールを増加させ、HDL コレステロールを減少させ、中性脂肪を増加させますので、摂りすぎには注意が必要になります。質問、一価不飽和脂肪酸の多い食品は？オリーブ油、キャノーラ油、シード油、ほとんどのナッツ類、そしてアボガドになります。これらは LDL コレステロールを減少させます。だからといって摂りすぎには注意が必要になります。質問、N6 系多価不飽和脂肪酸の多い食品は、サフラワー油、大豆油、ごま油になります。これらは LDL コレステロールを減少させますが、摂りすぎると HDL コレステロールを減少させます。最近では認知機能改善効果が報告されています。質問、N3 系多価不飽和脂肪酸の多い食品は、魚、菜種油、エゴマ油、アマニ油になります。N3 系の脂肪酸は酸化されやすいので、新鮮なうちに摂るのがおすすめです。熱や光、空気で酸化しやすいので、揚げ物や炒め物で使用するよりは、ドレッシングなどそのまま召し上がることに向いています。この油に関しては、LDL コレステロールを減少させ、HDL コレステロールを増加させる効果があります。どんな野菜を食べればいいか。答えはまんべんなくたっぷり摂りましょう。野菜をたっぷり食べることで食物繊維が摂れてコレステロール上昇を予防できます。またビタミン C、E、β カロチンなど抗酸化成分を摂ることができますのでコレステロールの酸化を防ぐことができます。お酒は飲んだ方がいい？飲みすぎは中性脂肪を増やします。おつまみもコレステロールの上昇の原因となりますので注意が必要です。アルコールはエタノール換算で 25g 以内が適量になります。ワインですとグラス2杯、日本酒ですと1合、ビールだと大瓶1本となります。まとめです。血液サラサラのために1、適正量の食事をとる2、バランスよく食べる3、コレステロールの多い食品に注意4、毎食たっぷり野菜を食べる5、欠食せず規則正しく食べる1から5をしっかり守って脂質異常症を改善できるように頑張ってください。以上です。